外来種雑草、シマスズメノヒエ、アレチー花ナガビロードモウズイカ、イヌビエ、エノコログサ、イヌタネがあります。このチャンネルでは、私が独自に開発しました方法をお役立ち情報として皆様にお伝えしております。まず、外来種を駆除しながら、植物の場合は草と木を分けて燃やして灰にして、そこから得られる灰で窒素固定作物を育てて、そして地面を肥やす。そのことによって市販の肥料を買わずに済む灰を起点にする無機農法。それが独自の方法としてまず一つありますね。そして二つ目としましては、連作や量産が非常に困難であると言われるスーパーフード、栄養たっぷりのカイアポイモ。これを連作量産できる方法を開発したものがあります。さらに三つ目としましては、滋養強壮と若返りの妙薬、除蹄子。これを大量に作業用の古民家のところで発見しまして、その果実を漢方のコーヒーとしてふんだんに使うことができます。まあそうしたものの説明や、あと周辺の環境にある外来種、それらを紹介したり、それらの活用方法などを紹介することをやっております。食料危機が叫ばれておりますけれども、こうした外来種を駆除しながら資源化して、なおかつ市販の肥料に頼らずにいろいろな農産物を生み出していく。それから野生のものを活用する。そうしたことによって、現在の農業の問題点を解決できる糸口になればいいなと思って、それで情報発信しております。情報提供の中でお役立ていただけるものがありましたら非常に幸いです。こうした情報をできる限りいろいろな人たちで情報をシェアしまして、それで豊かな生活を目指していきたいというようなことがあります。興味のある方はぜひコメントもしくは連絡先へ連絡の方お願いいたします。あと農業に付随するものとしましては、地元のお祭りが五穀豊穣を祈るお祭りでもありますので、その時期になりますとお祭り関連の動画が割とアップされるんではないかっていうふうに思います。あとそれと農業に関しての本を書くにあたって電車の移動時間なんかを結構それに当ててますので、その書斎にする車両に関してのレビューなんかも動画として上げております。お祭りチャンネルとか鉄道チャンネルっていうわけではないんですけれども、そういった方面の方にもお楽しみいただけるものではないかなっていう感じで思います。あとは肥料に関連して海水ですね。こちらの海水に関してもそれなりに肥料以外にどういう使い方があるかということもやっております。合わせてご覧ください。はい、とりあえずこちら手つかずの休耕田ですね。これをこれから開墾するにあたってその手順をやっていきたいと思います。まずこの上物である草ですね、杉長もなんですけども、これをこちらのスコップで上を横にこうやることによってこのように削げるわけですね。これでまず上物をまず横に避けたいと思います。はい、お分かりいただけましたでしょうか。こんな感じで地上部分をスコップを使って、まあ、カットしていくわけですね。力任せに横に横にってやっていけば簡単にこんな風に地表があらわになります。そしてこうなった時に今度は土を今度掘って持っていくわけですね。それで乾いたらその土を砕いて使うわけです。はい、こんな感じで掘り進めて脇に盛りました。はい、こうすることによってここはぬかるんだ大地なので脇から水が染み出してくるんですね。このあたり見ていただくとよくわかるんですけども、水がじわっと染み出してきてまして、それである一定のところまで溜まります。雨の後はここが水溜まりになるわけですね。それでこれをちょっとしばらく前にやった場所があるんですが、それがこちらになりますね。ここは池になってますね。それであっちに盛った土があるんですけども、結局砕いてそれで杉菜の根っこを分けるんですね。はい、これが杉菜が生えていた土の塊をある程度乾燥させたものですね。この中に杉菜の根っこがぎっしり入ってますので、結構杉菜の芽がいっぱい出てるんですね。これぐらい乾燥すると粉々に砕いて、それでその根っこを分離しやすくなるわけですね。実際ちょっとやってみましょうね。はい、こんな感じですぐ根っこが出るんですね。はい、こう崩すとこんな感じですぐ根っこが出てくるわけです。これが深いところまで縦横無尽に張り巡らされているので、こういうふうにして砕いて分離していくわけですね。それでその土を山の形に持っていくわけです。それでぬかるみバージョンの杉菜の原野が畑に変わっていくわけですね。こんな感じでどうでしょう。結構こういうのを分離しやすくしておけば、あとはこれ土だけですね。これをこんな感じで持っていくわけです。
そうすると耕したのと同じような感じになって、すごく柔らかくなっていくわけですね、土がね。それで隙間が空いてるので、水たまりの水を吸って、それで水やりがほぼやらなくていいというような状況になります。とにかくこういうような感じで引っ張ると簡単に杉菜の根っこが取れますので、分離したものは分離したものでこんな感じで置いておくと乾燥が進んで、いずれ燃やせるようになるわけですね。これが土の中に埋まっていた杉菜の根っこになります。これがかなり深いところまで入っちゃってるので、一回土を掘り返してひっくり返して砕いてから、それをまた池の中に埋め戻すような感じになりますね。はい。で、こうなった土は自動的に耕されていますので、このままこの周りの水たまりから栄養分を集めて作物が生育しやすいというふうな状況になります。ここはしばらく耕作されていなかった場所なので、土地がだいぶ休んでるわけですね。そのことによって肥料がなくてもある程度の栄養分が土の中に蓄えられています。そして植えたものがあった分を順次この水たまりの水が周りの土から溶かし出して、それで供給するので、しばらくは肥料をやらなくても大丈夫ですね。で、一回作付けしたら、今度は豆を植えて、それで窒素固定をやってっていうような感じになります。それでせっかくなので、今日はこちら、かぼちゃの種を持ってきましたので、これを撒いていこうというふうな感じで思います。また、芽が出たら次のケアっていうことになりますね。それでは、種撒きします。まあ、湿ってるところであればどこでもいいので探するでしょう。かぼちゃは基本的に水分をたくさん必要とする作物です。水やりをなるべくしないといけないんですけれども、そういった意味ではこの環境は非常にいいわけですね。去年同じようなことをやったんですけども、土が硬い場合には根っこが地中深くまで入っていかないので、こういうふうにほぐした土でやると非常にいいわけなんですね。ここには他にあとオクラも植えようかなと思っております。こちらですね。これ今苗作ってるんですけども、ナメクジを避けながら、とりあえずこのオクラの苗、これがある程度大きくなって、それでまあここはナメクジの食害はないんで、まあ早めに植えちゃってもいいのかなって感じがします。かぼちゃとオクラでとりあえず長年休んでいたその栄養分をまず吸収して、でその後で灰と、それから窒素固定作物で肥やすっていうふうな感じのサイクルに移行させていければなっていう感じで思います。このぬかるみバージョンの耕作地、ここは耕すことができないので、まあ地面の高さを変えることによって、谷間の部分に水を溜めて、それが水やりを省力化できるというふうな利用の仕方になるかと思います。とにかく長年ほっといたことで杉菜の根っこがかなりということになっておりまして、まあかなりそれを荒療治ではありますけども、掘り返してそれで退治しておりましたが、まあいずれいい感じの畑に再生できるでしょう。はい、ということでございました。いかがでしたでしょうか。勉強になった、あるいは面白い、それから役に立つ、まあそう思われた方はこの情報をいろんな方とシェアしてみてください。お友達とか知り合いとか家族とか、いろんな人にシェアしていただいて、それで情報を共有、拡散していただければと思います。もちろん、チャンネル登録もお願いいたします。あと、高評価、いいねボタンも合わせてお願いいたします。それでは、本日は失礼いたします。